お正月は何をしてますか？体育座り。どうも熊五郎さんです。本日はこちら、これなんですけど、まあ、例のねアリエクスプレスから届いた荷物なんですけど、中華福袋です。なんか福袋っていうとさ、なんかこう紙袋とかなんかに入れてほしいじゃん。いつものこのビニールにくるまれてるとなんか福を感じないんですが、福袋です。で、先にちょっと説明だけさせていただくと、中身何なのかわからないんで、ちょっとだけ開けてます。ここまで開けてる。ただ中身は出してないです。まあ、これはね、引っ張り出せば取れるんだけど出してません。まあ、全く分かんなかったんで、とりあえずビーって開けて、あれなんだろうって思ったけど、これで分かったわけよ。これ多分袋じゃない多分。それで、あ、福袋そういや頼んでたと思ってここで止めたっていう感じですね。なのでここまで開いてるけど、まだ中身は見てない。で、今回注文したのがね、1692円の福袋1個と3173円の福袋、この2つを頼んでます。で、両方ともイヤホンが入ってますよっていう福袋なんだけど、1692円の福袋には39ドルから49ドルのイヤホンが入ってますよ。3173円の方は69ドルから79ドル相当のイヤホンが入ってますよっていう風に書いてあったので、安くていい音がするイヤホンを探してるお兄さんとしては、まあ、ちょっとこれ買ってやろうということでね、買ってみました。もう見てわかる通り、どれがどの福袋のものなのかがわからないっていうね、ひどい状況になってますが、開けます。まずこのちっちゃいのが入ってますね。おっと、いきなり詐欺臭がすごいです。お兄さんマニアの人はもうこの時点でなんとなくわかんない、これやられた感がすごいんですが、ちょうどここに映ってますね。一緒やないかい。あ、違うか。あ、ごめんなさい、厳密に言うと違うみたい。あ、これドライバー2つついてるわ。あ、ごめんごめん、ソーリー、お兄さんの早とちり。あ、ケーブルも違うわ。そっか、ケーブルごつ、耳かけタイプだね。あ、これ多分いいよ。ケーブルは着脱式だね。よーく見るとわかるけど、画面左側が多分小さいドライバーで、こっちが大きいドライバーで2つ入ってますね。2ドライバーだね。これはなかなかいいんじゃなかろうか。イヤーピースがね、大量に入ってる。3段のやつと、ちょっと丈夫なやつと、あとよくあるやつ。あの耳栓型のやつもついてるわ。何セット？ 7 セット耳栓ついてます。あ、とりあえずね、これ1個目。おお、すごい、中国って感じだね。ちゃんと袋になってます。布でできてますね、ちゃんと。ただどっちがどっちか分かんないの嫌だな。あとでね、これいくらで売ってるのか調べますんで、ちゃんと。はい、2個目。じゃん。ハイブリッドインイヤーイヤホン。インヨープロっていうのかな。このケーブル着脱式だ。MMCX って書いてある。ドライバーユニット。ダイナミックウィズアーマーチャーっていうのかな、これ。あの、変なドライバーだよね。お兄さん見たことないんだけど。ハイブリッドだ。へぇー。開けてみよう。良さそうじゃね？多分これもそんな端子なんじゃない？ほら、こういう GPS アンテナとかに使われてそうなやつ。やば、ハイブリッドのイヤホンだ。あ、やっぱ一緒だ、ケーブルこれだ。こんなイヤホンだね。ちょっと中見えないけど、まあ、多分2つついてるんでしょう。あ、やっぱイヤーピースはなんかしっかりしたやつがいっぱいついてるね。あと、あの、耳かけしたい人は耳かけのガイドだけついてるね。まあ、自分でこれをケーブル通して使ってくださいねってやつだね。インヨープロハイブリッドイヤホン、いいね。あ、まだ入ってる。あと1個かと思ったら、まだまだ入って、あ、いっぱい入ってるぞ。本当に福袋だったらしい。あ、すげえ。なんか良さそうなリケーブルも2本ついてます。すげえ、ケーブルいい感じだよ、これ。はい、次。キンブーフィ。ちょっとわかんないけど。やべえ、大量に入ってる。3つしか入ってないのかなと思ったら、そんなことはなかった。あれ？なんか、似たケースが入ってますけど。こんな感じ。なんかね、重い。電話に出るボタンだけついてるわ。なんか良さそうじゃない？砲弾型？なんだろう、材質。アルミじゃないかな。ちょっと重い。詳細は不明です。ケーブルは、まあ、いつものやつだね。これ、通話対応してるやつですね。マイクもついてます。これ、ちょっと面白そうだな。はい、キンブーフィ。やば、あと2個入ってる。問題点としては、どれが、どれについてるものなのかがわからない。あ、なんかすげえ安っぽいのもついてますね。箱は潰れてる。これはもう、一目で
安っぽいの分かるわ。品番は1025。これは多分一番安いんじゃないか。安いっていうか本当に安いやつだね。久しぶりに見たよ。スポンジのキャップ、なんだろう、音楽用っていうかラジオ用についてくるようなやつだね。これ開放型のイヤホン。これは完全に数合わせでとりあえずぶっ込んだみたいな感じがすごいするけど、これは多分ねアリエクスプレスの中では100円レベルだと思うよ。なんか FM ラジオ用って感じのイヤホンですね。はい、最後こちらリーチョコッパー GY05。 あー、ちょっと高級感あるね。あ、これもまたなんか金属製のハウジングだね。なんだろうこの重い金属。これも通話機能付きだね。リーチョコッパー GY05 キンブーフィーと似てると思う。とても似てる気がする。イヤキャップは2セットついてますね。まあ、大中小ってことなんでしょう。はい、ということでね、イヤホンが5個とリケーブルが2本入ってます。でお兄さんが払ってるのが4900円ぐらいなんで多分安いんじゃない。はい、ちょっとじゃあ視聴する前に値段調べてみよう。はい、イヤホンの値段調べました。めっちゃ調べた。もうね、予想通りね、型落ち品とかを入れてくるんで値段調べんのねすげえ苦労した。まあ、お兄さんが一番楽しみにしてるこのイヤホンなんだけど、これはね情報ありませんでした。すごく似てるやつ、中にドライバーが2本入ってるすごい似てる形のやつが1万円ぐらいのやつがあって、それのねパチモンだと思います。でその1万円ぐらいのやつはここにまあ同じようにねドライバーが2本あってバランスのアマチュアがなんか2つさらに入ってるやつらしいんだけど、これはね多分入ってない。それはこのイヤホンの口のところが金属になってたから、これプラスチックのままだから多分入ってないんだけど、まあ、それのパチモンじゃないかなと思います。まあ、これ1000円ぐらいなのかなと思います。これだけね全く情報なかった。このイヤホンがね1219円、この安そうなイヤホン、これがね883円で送料381円でした。これはもう正直全然楽しみにしてないです。はい、あとねケーブル、まあ、この3ピンでこっち側がコネクタになってるケーブルね、これが2067円で、こっちのバランスケーブルね、これは1272円で、このリーチョコッパー GY05 このイヤホンがね1250円でした。あとこのキンブーファイ KBFY1、まあ、このイヤホンですね。これはね金属がステンレスでできてるみたいですね。で Amazon で売ってたみたいで、これ3000円でした。送料とかも含めてねざっと計算すると全部で11407円なので、まあ、全部で110ドル相当で、まあ、ぴったんこぐらいですね。別にお得じゃない。送料も込みの値段だしね。なんか単純に5000円払ってお任せで選んでもらったみたいな感じですね。ただね、ケーブルがね、この普通のやつとバランスケーブルを付属してくるあたり、ちょっとセンスはいいなと思いました。バランス対応機器持ってないんだけどね。バランス対応機器が手に入ったらこれに付け替えて聞いてみたりとかできますんで、まあその辺ちょっと面白いかなと。このラジオ用イヤホンみたいなやつはいらなかった。はい、ということでちょっとね音のチェックをしてみたいと思います。で音のチェックはね、まあお兄さんお気に入りのソニーのウォークマン F886 と、まあ、この間作った iPod ね、あと iPhone、 この3つを使ってねそれぞれのイヤホンをちょっと比較視聴してみたいと思います。じゃあやってみましょう。はい、イヤホン視聴してみました。期待してたね、このこういうハウジングのでかいやつあんまり良くなかったんだよね。まずこの赤い方ね、これはね高い音が全く出ない、低音しか出ない。一応音の波形も測ったんだけど、なんか音の波形がフラットでしょ。なんか1キロから10キロぐらいがぐーっと持ち上がるのが、まあ、普通の波形なんだけど持ち上がらないっていうね。なんかね低音だけが鳴るイヤホンでした。これはね全然ダメですね。音楽聴いても面白くないです。当然面白くないって感じですね。でこっちの青いイヤホン、これは、まあ、普通のドライバーとバランスドアーマチュアがついてるんですけど、高い音がめちゃくちゃ硬い感じ、すごいギン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 なる感じで、これも好みではないですね。完全なるドンシャリな感じ、低音はすごい鳴って高い音もすごい鳴る感じ、これはね全く好みじゃありませんでした。まあ、波形見るとね結構上の方まで伸びてるのがわかると思うんですけど、すごいうるさい感じですね高い音は。あんまりとか全然好みじゃないですねこれは。なのでこの2つはねちょっと期待外れでした。でこのイヤホンがねめちゃくちゃ良かった。これねキンブーファイっていうのかな、 Y1 ってやつなんだけど、これねめちゃくちゃ良かった。ゼンハイザーより好きかもしれないです。ゼンハイザーと比較するとゼンハイザーの方が高い音が綺麗に出るんだけど、これもね全体的に綺麗な音で低域までしっかり鳴る、
ゼンハイザーは低音があんま出ないんだけど、これは低音までしっかりなる。これね、すごいと思う。で、探したら、日本のアマゾンだとね、なんかぼったくり価格で出品があって、US アマゾンだと20ドルぐらいで売ってました。残り3つみたいですね。これね、めちゃくちゃ良かった音。ゼンハイザーの音質に低音までちゃんと鳴るようにしたっていう感じ。音綺麗だし。これね、すごいよ。これ大当たりですね。まあ一応これも波形取ったんですけど、一応ね、低域は 70Hz ぐらいから鳴ってました。ちなみにこっちの青いやつと赤いやつは 50Hz ぐらいから測定できてるんで、まあほんとサブウーハーみたいな感じの音が出るんだけど、まあ好きじゃないけどね。低音再生能力はこっちのやっぱハウジングがでかい方が低域は出てましたね。これはね、すごく良かった。生産中止になったのがちょっとなんかもったいない感じするけど。で、型番でググったらね、結構テストしてる人いて、評判良かったです、やっぱり。これね、かなりいいですね。これね、リーチョコッパー GY05 ってやつなんだけど、これはね、低域がすごい音出る。で、高い音は伸びないっていう感じだね。全体的に低域重視になってる感じですね。ダンス系の音楽とか聞く人はこっちでもいいかもしれないです。高い音はあんまり出ないけど、低域がね、すげーしっかり出る。そんな感じですね。一応今回4機種視聴したんですけど、このキンブーファイだけがダントツに良かったです。ね、普通に買えるんだったらぜひ買って試してくださいって言えるんですけど、もう販売終了してるみたいなんでちょっと残念という感じだね。まあもし興味ある人は US Amazon で買ってみてください。 19.9 ドルかな、なんかその辺で売ってました。音めっちゃいいですね。で、このキンブーファイっていうメーカーのイヤホン、他のやつも探してみたんだけど、なんかもう似たようなの作ってないみたいですね。ちょっと残念ですけど、もしかしたらこのステンレスのハウジングがいいのかもしれないね。うん、これはね、ほんとびっくりしました。そんな感じです。まあでもいろんなの試せてよかったな。みんなビエネッタ知ってる？昔 CM やっててさ、めちゃくちゃうまそうでさ、お願いして買ってもらった記憶がありますね。おお、すげえ。こうなんかパリ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 って、こうなんか CM でやってて、食べたくてね。うん、パリパリ言うね。ああ、ビエネッタ、すげえ久しぶりだな。いただきます。うん、うん、美味しい。懐かしい。でもアイスの味はね、チョコモナカジャンボとか、あの辺と一緒なんじゃないかな。うん。そう、アイスをね、買おうと思って、レディーボーデンか、ビエネッタで迷ったんだよね。ビエネッタにしました。うん。さすがにこんな量はいらない。これくらいで十分です。はい、ごちそうさまでした。残りはまた今度食べよう。はい、今回は中華福袋を2つ買ってみました。イヤホンが5個かな？あ、これはね、聞いてない。一応収穫としては、このイヤホンがめっちゃ音良かったっていうことぐらいですかね。はい。中華イヤホンまだあるんでね、またいつかレビューしてみたいと思います。ということで、熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。